こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日は全身ストレッチヨガというテーマで皆さんと一緒にヨガの練習を行っていきたいと思います。今回の動画の内容は全身を伸び伸びと、大きく使っていく、ストレッチポーズたくさんね入れてみました。ポーズをね綺麗に作るというよりかも、呼吸の気持ちよさ、そしてね伸び伸びと動く心地よさを大切にしてみてください。短い動画ではありますが全身がね大きく動いて気持ちもスッキリすると思います。では早速始めていきましょう。それではマットにあぐら座姿勢からスタートしていきましょう。お尻のお肉を広げてあげて骨盤どっしり大地に根を張ります。そして顎を軽く引いて首の後ろから頭頂空引き上げるように肩や胸の力を抜いていきましょう。ではまず気持ちよく上の方に伸びをしていきます。両手を胸の前で指を絡めたら次の吸う呼吸手のひら返して上にうーんと伸びていきます。で吐いて1回肩リラックスしましょう。もう一つ吸って上にぐーっと伸びをして、で吐く呼吸でゆっくり右側に体倒します。あんまり深くいかなくて大丈夫です。吸って目線横から上に見上げるように、吐いて肩の力抜いてあげましょう。気持ちよく体の左脇腹が伸びていくのを感じます。吸って吐いてゆっくり真ん中に戻っていったら次吸う呼吸もう一つ上に、で吐いて左側に体を倒しましょう。肩力抜いて吸って目線空を見上げて、吐いて肩リラックス。今度は気持ちよく右のウエスト、右あばらの広がりを感じましょう。吸って吐いてゆっくり真ん中に戻ってきたらそっと手を離しましょう。両手背中側指を絡めていったら吸って拳ぐっと下げていきます。胸目線空、吐いて顎を軽く引いて肩耳離しましょう。胸で吸って胸で吐く。ではゆっくりお顔を正面向きに戻していったら両手をほどいて、そして今度は半分の、ね、開脚作っていきましょう。右膝だけ伸ばした半分の開脚姿勢です。もう一度、ね、座り心地確かめましょう。骨盤どっしり大地に根を張り肩首胸の力を抜いていったら今度は右膝の上に右手のひらを置いてあげましょう。左手のひらくるっと空向けて吸って左手アップ左あばらウエスト広げて、で吐いて体をもう少し右側の方に倒します。気持ちよさ優先して伸び伸び体を動かしてみてください。もう一つ吸って空を見上げて、吐いて肩力抜いていったらこの左腕を回していきましょう。指先で空に大きな円を描くようにしてあげてぐるっと腕を回していきます。肩や首ね力抜いてあげて気持ちよさ優先してみてください。反対回しもいきましょう。あと1ミリ大きな円描くようにしてあげてぐるっと腕を回していきます。左の肩に呼吸の通り道スペースをね作ってあげましょう。ではそっと左手マットの方に下ろしていったら次吸う呼吸で背骨を真ん中に戻し足をチェンジしましょう。ゆっくりいきます。右手内ももキャッチしたらゆっくり膝曲げて、そして左膝を伸ばして半分の開脚姿勢作りましょう。もう一度お尻のお肉広げて座り心地確かめていきます。気持ちよくねウエストや腰の伸びをキープしながら今度は左手膝の上に置きましょう。右手のひらくるっと空向けて吸って右手アップ、吐いてゆっくり体を左側に倒します。肩力抜いて吸って目線横から上、吐いて右のお尻ギューッという顔を押し下げていきましょう。気持ちよく体の右側を開いていったら右腕を回していきます。指先で空に大きな円を描くようにしてあげてぐるぐるっと腕を回していきましょう。回す方向や回すスピードは自分で決めて大丈夫です。ご自身の体の声呼吸のリズムに合わせて動いてみましょう。反対側も回していきます。ぐるっと腕を回していきましょう。そして腕だけではなくて肩甲骨や鎖骨もね気持ちよく動いている感覚掴んでみてください。ではそーっと右手床の方に下ろしたら次の吸う呼吸で背骨真ん中に戻しましょう。そして怪我しないようにゆっくり左手内ももキャッチしたらゆっくり膝を曲げてあぐら座姿勢に戻りましょう。ではここからマットに四つん這いを作っていきます。マットの真ん中です。肩の真下に手首、腰の真下に膝、
膝は握り拳1個分のスペースを空けて、今日はつま先立ち、足の指広げてください。でまずチャイルドポーズいきましょう。8呼吸でお尻をかかとの方にゆっくりと近づけていきます。そして両手前に伸ばしてあげましょう。おでこマットです。で手のひらは大きなパーに広げてあげましょう。手首は肩幅よりちょっと広めにセットしてあげて、人差し指正面です。人差し指とお尻の引っ張り合い1個、そして二の腕を向かわせるように肩首にスペースを作っていきましょう。背中から吸って深く吐く。今大きく伸びている背中側にたっぷり呼吸を送ってみてください。ではここから背骨に波を起こしていきます。一緒に動きましょう。次の吸う呼吸、丸い背中で四つん這い、ゆっくり起き上がって、で吐いて身を乗り出すようにしましょう。脇を締めながらスローモーションで降りていきます。ゆっくりゆっくりゆっくり。そして足の甲を寝かせたら、次吸う呼吸でコブラのポーズ、顎を引きます。胸を少し引き上げましょう。肘を後ろに、かかと空向けて、そしてズボンのチャックヒュッと締めるようにね、下っ腹締めながら、もう一つ吸って胸をぐーっと開いていきます。で吐いてゆっくり頭を下ろしていったら、つま先立ちに切り替えましょう。吸って両手マットプッシュ、そして吐いてダウンドッグに入っていきましょう。お尻斜め後ろに持ち上げたら足踏みスタートです。膝足首柔らかく動かしてあげて、ペダルを漕ぐように片足ずつかかとマットに押し込んでいきましょう。太ももの裏側やふくらはぎ、アキレス腱までたっぷり呼吸を送り込んでいきます。では足をストップさせたら、次の吸う呼吸でつま先立ちダウンドッグに入っていきましょう。この時おへそできるだけ床から離してあげて、二の腕向かわせます。顎を引いて長い背骨の延長線上吸って、右足を持ち上げていきます。ですぐ右膝曲げていいので、右の鼠径部空の方に開いてあげて、そして両方の肩に同じ高さキープしてみてください。右の股関節に大きなストレッチをかけていきます。もう一つ吸って、8呼吸で右膝を胸の方に引き寄せようとしながら、そっと右手首内側に右足を下ろしましょう。左膝マットに下ろし、両手指先を立てましょう。左足の甲は寝かせていきます。右足が途中で止まっちゃった方は手でね、前に連れてきてください。右膝の下に右足首を置いて、左膝は骨盤よりちょっと後ろです。左足のかかとしっかり空向き作っていきましょう。では次の吸う呼吸、上半身を起こします。両手右膝の上に置いて目線正面です。重力負けないようにできるだけ上に上に背骨を伸ばしましょう。この背骨の延長線上吸って両腕万歳、手のひら向かわせてアンジャネアサナ三日月のポーズ。吐いて肩リラックスしましょう。吸ってもう一つ胸みぞおち開いて、吐いて両手を左右に大きく広げて胸を広げていきます。吸って吐いてツイストかけましょう。左手が前、右手が後ろです。吸って背骨伸ばして、吐いてこの右手で左太ももの裏側触れていきます。次の吸う呼吸で左手目線空に、吐いてもう少し骨盤マットの方に近づけられる方を下ろしてみましょう。体の左側大きく開きます。もう一つ吸って、吐きながら左手カップハンズでマット、右手カップハンズでマットです。吸って右腰後ろに引いてハッハヌマンサナ、吐いて肩首頭力抜きましょう。右腰少し後ろに引いて、右太ももの裏側、右のふくらはぎしっかり呼吸を送りましょう。結構きついストレッチなので、難しかったら右膝曲げてもいいですよ。肘肩リラックスして吸って、次の8呼吸で右膝を曲げていったら、両手肩幅人差し指正面、左足つま先立ちに戻りましょう。吸って左膝伸ばして、吐いて右足後ろダウンドッグで足踏みしていきます。呼吸を整えて、もう一度ね、股関節や背骨中心に戻していきましょう。反対の動き入っていきます。足をストップさせたらつま先立ちダウンドッグ、かかととお尻グッと持ち上げ、二の腕向かわせます。顎を引いて長い背骨の延長線上吸って、左足アップ、そして左膝をすぐ曲げて、左足の鼠径部空の方に開いてみてください。右肩落ちやすいのでね、できるだけ肩の高さ揃えます。もう一つ吸って、
吐く呼吸で左膝胸の方に引き寄せるようにしながら左手首内側にゆっくり左足を下ろしましょう。右膝マットに、右足の甲を寝かせて両手指先立てていきます。ポジション見ましょう。左膝の下に左足首を置いて、右膝骨盤よりちょっと後ろで足の甲を寝かせます。右足のかかとはしっかり空向けていきましょう。では次の吸う呼吸、上半身を起こします。両手膝の上、重力に負けないように頭を空高く引き上げます。この背骨の延長線上吸って、両腕万歳、手のひら向かわせて吐いて肩リラックスしましょう。もう一つ吸って胸を開いて、吐いて両手左右に大きく広げて胸を開いていきます。吸って吐いて右手が前、左手が後ろでツイストかけていきましょう。ではこの左手で右の太ももの裏側キャッチできるでしょうか。吸って右手目線空、吐いてもう一つね、骨盤マットの方に近づけてあげて、体の右側気持ちよく開いていきましょう。ラスト吸って吐く呼吸で右手カップハンズマット、左手カップハンズマット、次吸う呼吸、左腰後ろに引いてハーハヌマンサナ、吐いて頭力抜きましょう。左腰後ろに、きつかったら左膝少し曲げて構いません。呼吸を左ももをラフクラハギまで送ってあげましょう。ではもう一つ吸って、吐く呼吸で左膝ゆっくり曲げていきましょう。そして両手のひらマットに置いて肩幅です。左足後ろに下げて四つん這いに戻っていきましょう。で吐く呼吸でつま先立ちチャイルドポーズ、お尻かかとの方に下ろしていく。そしておでこマットを、肘しっかり伸ばし手のひら大きなパーにします。呼吸を整えましょう。背中で吸って深く吐く。では次吸う呼吸、手足そのまま丸い背中で四つん這い、で吐いて最後ですね、アップドッグのバリエーションです。膝ついたままゆっくり吐く呼吸でね、お腹引っ込めながら胸をぐーっと持ち上げていきます。肩を回し下げるようにしてあげて、胸や鼠径部、みぞおちのあたりに、ね、気持ちよく伸びを作ってあげましょう。ラスト吸って、吐く呼吸でもう一度チャイルドポーズに戻っていきます。では今度足の甲を寝かせたチャイルドポーズ、肘も曲げてみましょう。肩首力抜いたら背中から吸って、口からため息、口を閉じて、もう一度体と呼吸整えてあげましょう。では手のひら顔の横に置いて、吸う呼吸、両手マットプッシュ、ゆっくり起き上がって座っていきましょう。両手胸の前に合わせて呼吸を整えていきます。鼻から吸って、口からため息、口を閉じて、体と呼吸、心の落ち着きを取り戻していきます。ではそっと目を開けて両手膝の上に下ろして終わりにしましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。短い動画ではありましたが、結構ねパワフルに全身ストレッチかけていったので、今ヨガが終わった後ね、体も気持ちもすっきりしているんじゃないかなと思います。ぜひ今回のね動画気に入ってくれた方は定期的に練習していただけると嬉しいです。では今日の動画ここまでにしましょう。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。